バナイスゲーム、井上です。今回はですね、ガンダムブレイカーモバイル、やっているんですけれども、前回ですね、動画で紹介できなかった、ことについて紹介していきたいなというところですね。やっていきましょう。今ね、開催されておりますキャピタルティメットスペシャル爽快フェスティバルということで、ゴッドガンダムとディナイアルガンダムのこの2体がね出てます。この2体のうち、ゴッドガンダムは、結構紹介させていただいて、秋の4パーツおすすめをね紹介させていただいたんですけれども、その中でですね、ディナイアルガンダムについてちょっと紹介させていただければなと思います。いろいろですね調べました。ちょっとね、僕の、探求心というか、まあ、創作力がちょっと少なかったのかなというところで、もしかしたらもっとベストな形があると思うんですけれども、今回ですね、このディナイアルガンダム、まずですね、基本ワードタグが高機動になります。で、合わせ持った接近戦と電脳適性というね、この2つのワード、接近戦が3つあって、電脳適性が2つあるような形の、5パーツ構成になってるんですけれども、この3つを全て揃えるっていうところでちょっと難しいかなというところで、まあもちろんね、このディナイアルガンダムなんですけれども、エグ付きが4つありますんで、そこを置き換えればまたちょっと変わってくるのかなっていうのもあるんですけれども、あくまでですね5つのパーツを装備した状態で、備え付けたらいいんじゃないかなというパーツを探してみましたが、しかしですね、なかなか見つからなくてですね、まあ今自分で持ってるパーツとか攻略サイトとかも含めて探したんですけれども、結構見つかりませんでした。というわけで申し訳ございません、先に謝っておきます。僕はですね、今回は接近戦を重視して、なおかつ電脳適性を後々ですね5つ揃えて、タグが3つ揃うようにしていけるようなパーツっていうのをね1つ見つけましたので、それだけ紹介させていただければなと思います。ディナイアルガンダム、ベストパーツ、これがですね意外なんですけれども、意外っていうか、まあご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、ここで探しますね。こうですね、ここかな。はい、出ました。シラヌイ雲竜でございます。これがねスサノオなんですけれども、交換パーツです。交換パーツなんですけれども、最大値見ていきましょう。攻撃力ね、格闘攻撃がなんと5160、そしてパーツ特性でジョブがインファイターの時にエグスキ初期チャージ 12% ということで、まあ、パワーっていうところでディナイダルガンダムのテクニックと相性が良くないのかもしれないんですけれども、パーツ特性はそれに、関係せずにインファイターでいける。これね、AI パイロットでいうとバーナード・ワイズマンがテクニックなん でインファイターなんで、そこをうまく合わせればいいのかなというところなんですけれども、そこを合わせてもこうタグが揃わないんですよ。まあ、それをね加味するとどうしてもね3つが揃わないっていうのが今の現状、僕の中の現状なんですけども、ただインファイターの時の初期チャージ量が 12% 上昇なんで、これエグ付きの、これ結構でかいかなと。でしかもワードタグが接近戦と電脳適性なんで、まさにねもうディナイアルガンダムにぴったりのパーツなんじゃないかなと。でなおかつね、どなたでも、もうガチャとかでもね、回すことなく、頑張れば交換パーツとして手に入る白の雲竜という形で、見つけさせていただきました。まあね、ご存知の方は非常に申し訳ないんですけれども、ぜひですね、このパーツ、使ってみてはいかがでしょうかということで、以上井上 TV ショー、今回はですねガンダムブレイカーモバイルおまけ、お送りいたしました。ご視聴最後までありがとうございました。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。グッバイ。ハバナイスゲーム、イノウェイです。ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思います。今回はおまけでございます。前回ですね一式チケットの方でちょっと一回回してみたんですけれども、ちょっとね
欲しかったバーツとは全然違うものが出てしまったので、バーサーゴさんが出ましたので、ちょっとなんとかならないかなと思ったんですよ。そしたらですね、今朝、見事にね11枚になりましたので、1回だけ回せます。それなのでおまけとして、ちょっとチャレンジしていこうかなと思います。1番欲しいのがサイコザク、2番目に欲しいのが G セルフ体験パック、3番目に欲しいのがアストレイレッドフレームカイって形ですね。以下ね、7体に関しては前回の動画でご確認いただければと思います。それでは早速引いていきましょう。はい、これ正直驚いたんですけれども、1パーツで全部決まっちゃうのに1パーツずつ見せてくるんですよね。ちょっとそれが怖いな。いきます、来い、サイコザク、サイコザク、なんだ、おお、これは、フルアーマーガンダムだ。はい、ということで、あと足だけでコンプだったね。フルアーマーガンダムがね、ここに来てきました。ちょっと違うんだけどな。こいつのライバルが欲しかったんだよな、俺は。まあ、しょうがない。でも、足は嬉しいですね。ちょっと交換するタイミングとかも、なかなかなかったんで、これで全身揃いました。で、プラスアルファ、パーツ特性とかは。あ、パーツ特性がないのかな。プラスアルファエグ付きのレベルが上げられるかなというところですね。うん、全部のパーツがエグ付きか。ちょっと変わってますよね、ほんと。まあ5パーツ構成だから、まあそれもそれでありなのかなとは思うんですけれども、ちょっとね、うん。この頭のバルカンをパーツ特性にしてほしいところですね。まあそんな感じでね、今回の一式ガシャは、フルアーマーガンダム、カッコサンダーボルト版って形でね、終わってしまいました。ちょっと残念なんですけれども、またねこういった機会があれば、またねきっとやると思いますので、再度チャレンジしていこうと思います。以上、イノベ TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイル一式ガシャでした。ご視聴最後までありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。バイバイ。